違う。
きの曲になってきましたかね。さっきあのちょっと途中でね、あの化粧室行ったんですが、髪の毛がボサボサでですね、あ、そうだ、その時に今朝はすごい雨だったなって思い出しまして、あのこちらはどうだったかわかんないんですが、あのうちの方は朝はねものすごい雨が降っておりました。どこから来たの？東京です。東京か。はい、小降りでした。こちらあ、なんかあの着く、ね、際の方はちょっとあの一日お天気が大丈夫というね噂を伺ったんですが、出発する時はすごい雨で、先ほど自分のね髪型を見てそれを思い出しました。ね、本当にあの雨の産物がこの辺にいっぱいありまして、はい、ね、よかったです。なんか青空までね出てしまって、あのいらっしゃってる方がどれだけ晴れ男晴れ女がねいらして、皆さん日頃の行いがいい方がお集まりになってらっしゃるんだろうとね、そういう感じです。はい、では日頃の行いがいい方、あ、いいですね、はい、ありがとう。髪の毛ボサボサだった。髪の毛ボサボサだよ。髪の毛ボサボサだって、帽子かぶってた方がいいね。Thank you.
とうございます。そういえば日がね長くなったんで、ちょっと暗くなってくれるとちょうどいいような曲ばっかりね、うちね、はい、まだ高校とね、今日は皆様の行いでお天気がいいですが、高校とした中でちょっと照明が暗いような曲をねやってみたいと思います。どうでしょうか、これマイクはもういいのか、コーラスさん、はい、おかえりなさいませ。コーラスやりましょうか、コーラスあ、男はもう何でもやる、PA から何でもやるの何でもやりますよ、ね、PA までやったりもね、何でもや、ヒロさん、まあ、何でもやるから、基本アマポンズもね、すぐ即対応のね、何でも OK ユニットを組みまして、はい、もう即もう合うんで、何でもじゃあ、エミちゃんこれねってね、目合わせると、はいはいって一心伝心でございます。素晴らしいユニットを組ませていただきました。ありがとうございます。司会最高でしょ、はい、今日最高でした、司会OK ですか。では心の中でちょっと照明を暗くしていただいて、はい、何歌うの。あ、ミスターサマータイム、いいなミスターサマータイム、おお、いいな。お酒を片手に聴いていただきたいんですI'm not afraid to die.
ばっかりが続くんです。去年お酒やめたんだよ。ああ、それは体に大変。本当に具合悪くてやめたんだ。でもお体には一番ですからね。はい、やめるものなら私たちもね、やめたいですが、はい、やめれるものならやめたい。はい、でもやめられないんですね、これがね。ね、どういたしましょう。つい最近まであれだよ、ワイン飲みながら車乗ってる。ではまたしっとりとした曲がね、ちょっと続きます。はい、どうぞお座りください。静かな曲になります。はい。はい。座れないんだよ。極寒神経痛で座れないんだよ。
がとうございます。これが可愛いんですよね、目の前でやってとても。あ、またお酒の歌じゃないですか。どれだけお酒が飲みたいと思っているバンドなのかっていう感じですね。ねえ、これでもかこれでもかとお酒の歌がねえ来ますね。お好きでしょ。ねえ、何でも好きです。Me too ですね、はい。みんなお酒好き。はいはい、ね、最近は女性の方がね強いかもしれないですね、お酒ね。前回の時言わないんですって言ったらね、あのしっかり覚えててくださって、ね、ゆきさんはゆきさんは酒ないとダメなんだな、はい、行きましょう。お酒がないとダメ、あの酒が飲めるぞっていう歌ではありませんね。ウイスキーがお好きでしょ、ダメのから。ありがとうございます。ウイスキーお好きですか？なんかすごい色っぽいな。ありがとうございます。
やった、色っぽい、色っぽい、いただきました。生まれて初めてかも。夜さ、夜8時頃までやってきな。お初の色っぽい、いただきました。ありがとうございます。本当になんか色っぽい。今日ね、いただきますもね、いっぱいありましたし、その逆いただきますとかね、ありました今日。色で言うとなんだろう、山吹色かな。ありがとうございます、ね、もう何でも嬉しい。みたいな。あ、ちょっと首が芝生から強くなっちゃった今。いけない。なんか、あ、言ったらちょっと。ちょっと違うものが降ってきてしまい、ちょっとクラブかなんかで歌ってんの？歌ってないの？キリストのさ、キリストの太鼓とかさ、あんじゃない？今で詳しい。キャパから東京だもんね。あれで歌ってんのいいんじゃない？なんかちょっとわ。悪いお遊びされたようなちょっと素敵なところが終わりですから、いろいろご存知なんじゃないでしょうか。真面目一本だ。かしこまりました。はい、では本当なんか色っぽいな。急にお昼に行きますね。本当色っぽいやこの人。ではあの夜から昼に行きたいと思います。
皆さんちゃんとお昼ご飯を召し上がられましたですか？あのあちらのねフードコードをちょっとあの見たんですけど、あの時間がなく素通りさせていただいちゃって、なんかちょっと美味しそうなのあったの見ました？チャーシュー麺900円。あ、本当ですか？あ、すごい情報を。ラーメン美味しいですよね。あ、美味しい。なんかいいですね、あのお詳しい話ってね、あの私素通りしてきちゃったので、ね、せっかくですけど何があるかちょっと分かりませんで、これ最後の、あ、ちょうどこれでちょうどあれですね、5分前ぐらいでいい感じ。はいはい、あのなんかね記録に映らないの残念ですが、こんなね綺麗な横にダンサーがお二人ね、AKB いらっしゃって、AKB が2人で、2KB ってやつか、2KB か、あ、新生アマポンズですか。あ、じゃあ今度3人で、そうすると本当にアマポンズになるので、はい、よろしくお願いします。あの会話は目で合うんで、はい、ということで、はい、じゃあ姫鍋最後のね曲になります。今度は急に真夜中にね行きまして、昔ちょっと流行った曲で、多分あの聞いたらご存知、あ、これですね、最近あの松原美樹さんですかね、あの昔歌って流行った、すごく流行ったんですけど、あの最近は昔のそういう日本の曲をですねもう一回あの若い方が歌ったりとかって流行ることが多いんですが、なんか海外であの歌った方がいて、逆輸入みたいに向こうでねあの先に人気が出まして、またこちらでもあの注目されたというあのエピソードがあるようです。はい、であの聞いていただいたら多分ご存知だったね思います。では姫鍋最後の今日のイベント最後の曲ですね。はい、ありがとうございました。
はい、決め鍋でした。どうもありがとうございました。最後までありがとうございました。お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。決め鍋さん、どうもありがとうございました。お待たせしちゃったね。